自由っていうか解放強い強い、全然自分と違うストライカーのタイプっていうか、太田としては一番嫌な感じのあの打撃も結構嫌がりしたい。流星君なんかここのルールがなくても繰り出されるなんですよ、打撃の才能っていうのは。でも僕とかじゃないんだろうし、本当にストライカーの新しいスタイルみたいなのは見れるんじゃないですか、ね、もちろんこうしたらこうしようとかっていうのはあってし、まあ、何よりもアップセット起こす選手、鈴木一郎選手もやっぱこの間ケラモフも含め周りから負けると思われてるかもしれないですけど、本人は多分誰よりも勝つ気でいるっていう。ただでは返せないよ。俺はだからやることはファンをワクワクさせることだけなんです。大晦日高い金払って埼玉スーパーアリーナにみんな地方からみんな来るんですよ。涙が出そうになるぐらいこう感動する、そういう試合を俺はしたい。みんなにもそう思わせたい。もうお越しください。